竜宮伝説の残る内側湾下市フチフチとは河川の流水が緩やかで深みのある場所。川の深み、淀みという表現もある。対語は水深が浅い急流部を示すせ。フチは俗字とされる。フチでは泥や有機物が沈殿しやすいためプランクトンやの繁殖が活発になる。このため魚類などを中心とした生物の生息環境に適し、 河川においては、豊かな生物症を持つ場所の代名詞となる。継承が安定した場所では、長年にわたり、同じ場所に縁が形成されるが、侵食傾向が活発な土砂流出の活発な河川では、出水や洪水のたびに、場所が変わることがある。縁の下流側にあるそれよりもやや浅く、流れが穏やかな場所を、トロ、または、トロ場と呼ぶことがある。 トロは下流に向かって浅くなり、縁の底が岩盤や大きな石であることに対し、砂利や砂底であることが多い。水も落ち込んでいないため縁よりも流れが穏やかである。深く神秘的であることが多いため、古来より全国各地で河童など、縁にまつわる多くの伝説が残っている。縁は瀬と共に川魚にとって欠かせない。昼間は瀬で活動する魚も多いが、 それらの多くも夜間は、縁で寝る。ただし、死魚及び稚魚などの小型魚は、岸近くの背で寝ることがある。また、縁は、人間や鳥などから、身を隠す場所としても大いに役立っている。大きな縁が乏しい河川では、あゆ釣りの解禁後に短期間で釣り尽くされてしまうことが知られている。日本では、1990年代に河川法が改正されたことをきっかけに、 河川改修等を通じて、多自然的な環境づくりが意識されるようになり、人工的に縁や背を作る研究が行われるようになった。ありがとうございます。